つも動画を見ていただきましてありがとうございます。バオシンです。今回は東京にある特別な、10個の神社の一つ、こちらをお参りするためにですね、東京都北区王子に足を運びました。この神社は古事記に登場する国造りの神を御祭神としているそうです。今この境内に5ずつ向かっているところなんですけれども、この神社の近くには音無川という川が流れていまして、地域住民の方々の憩いの場になっているようです。ベンチもありますし、古風な橋もかかっていてとても風情があり、情緒豊かです。そんな公園の近くにある神社、しっかりお参りさせていただいてですね、東京に10個の特別な神社があるということ、また街歩きの楽しみが皆さんに伝わればいいなと思います。なので、最後まで、この動画ご視聴いただければ嬉しいです。では早速始めていきましょう。立派な大銀杏ですね。これは王子神社の大銀杏だそうです。石神井川、別名音無川のちょうど左岸外線の旗の部分にひときわそびえ立っている大銀杏だそうです。いや、枝ぶりが見事ですね。秋には黄金色の輝きに包まれるんでしょうね。見事です。こちらかなと思って来てみたんですけれども、参道は本当に静かですね。音無川方面から歩いてきたんですけれども、これちょっとした迷路みたいですよね。ラビリンスって言ったらいいんでしょうか英語使うなよって話かもしれないんですけども、本当に幻想的な風景で、なんか逆に心が癒されるような気がいたします。はい、ご覧いただけてますでしょうか。後ろ後方ですね。あ、ちょっと影に隠れちゃいましたけど、見えるかな。はい、後方に、立派な金の装飾施された神輿が展示されています。本当に大きいですよね。本当大きい、すごいですよね。はい、富岡八幡宮以来です。手水舎はこのようになってますね。ちょろ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 という音がですね、手を清めるための音、水の音がですね、とても清々しく聞こえます。駐車場の脇にもですね、ちょっとした神社、お社がありますね。これは海神社というんでしょうか。後ろの建物がとても素敵だと思います。そして何よりもこの緑ですね、本当に癒されます。では早速ですね、お参りをしていきたいと思います。行ってきます。
本殿はこんな感じになってますね。さあどん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 近づいてきました。たった今お参りが終わりました。実はですね、この王子神社をもちましてですね、東京10社すべてコンプリートになります。やったー、嬉しい。4月の中頃から始めたこの東京10社参りですね、ようやく完結ということで、本当に、達成感もありますし、お参りをしたことによってですね、皆様に幸運がもたらせればなおいいかなと思っております。本当に良かったです。いかがだったでしょうか。この動画を通じてですね、皆さんに東京10社という特別な10個の神社があること、また街歩きの楽しみがちょっとでも伝わればとしても嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の旅路でお会いいたしましょう。では、バオシンでした。